録音、特に音楽で好きな曲がきれいに録音になっているのはいつも大変ありがたいと思っている。例えば一つの例で、この91年のあれでいろいろこれ動画に編集したりとかしてるから、で前にモトレンタルの CD を買って、で96年のものだったんですね。で91年のことを知らなかったんだけど、で2年前ぐらいから初めて聞いて、で結構気に入ってる曲ですね。そういうのは録音は素晴らしいなと思って、ただ例えば何十年前でもこう大嫌いな曲よくラジオで流して、時間流れが時間経つとでその嫌な曲も聴かなくていいなと、よかったと思ったら、またこうラジオにまだ放送したり、でなんか嫌な音が消えないなと思う時もあるんですよね。録音はそういうところなんですよね。その消えてほしい曲がいつまでも消えない、大好きな曲まで生きてると、だから良かったと嫌だと両方ありますね。